お願いします。バッティングしてダウンでいつもこう下ろしてこないといけないんです。うん、こうはダメ。うん、あれってなんていうの？トッププロもみんなこうなってるもんね。ダウンでこうやってるよね。うん、なんでだと思う？限られずこうなってからうまくいくなみたいな。チャグル TV 始まるよ。ヘッドの方を持って右手一本でアドレスして、それを上の先まで引いてみて、でここからクラブをここまで、ここからここまで引く大会があるんですよ。はい、オリンピックここからここまで速く振る、これをどうやれば速く振れるか、ここからここまで、うん、その時にせーのでお辞儀しながら行ってみて、極端にお尻突き出してお辞儀しながら、その後ポンとしたらこっちが早いよね。そこで逆に取ったらお手出しながら振ってくれないから手首が折れるお辞儀した方が早く振れる。でこのヘッドスピードっていうのはね、インパクトの時に速ければ飛ぶんだけど、ここでスピード出そうと思ったら最初から速くないとここも速くならない。上半分がスピードが全然遅いのに、ここからいきなり速くしようと思うともう助走距離が足りないわけ。まあめちゃくちゃパワーがあったら違うよ。パワーがあってさらにそれやるとドラゴン選手みたいにね400ヤードとか打てるんだけど、女の子なら特に最初からスピード出したい。だからまず最初にここでお辞儀することでヘッドスピードを出したい。その続きでクラブを横に持ってみる。そこからせーのでこっちまで振る大会があるでしょ。ここから起きながら振るのとお辞儀しながら振るのってことで2種類、お辞儀しながらと、うん、今度は起きながら、こっちが早い。プロがなんで引いてダウンで沈んで打った後で起き上がってるかって言ったら、北半球はお辞儀しながら振ると早い、南半球を起きながら振ると早い。重心を持ち上げると下半分はヘッドスピードが速くなる。起きるって言ってもね、体を起こすのか前傾したまま重心が上がればいいから膝だけ伸ばすのもありかもしれないし、実際この後起きて振る選手も多い。ハイガーとかもやってるんだけど、やる選手やらない選手いるけど、物理的にはお辞儀することで上が速くなって、起きることで下が速くなる。自分の重心がこう上下しながら振ることで、スピードが出るから、これこうやった方が飛ぶからみんなやってる。で素振りで手を振ってみて、42.3。 はい、じゃあちょっと今のやつやります。引くときは手が遠くなるような感じで取ったら、せーのでお辞儀しながら下に振る。見てて、でそこまで来たら今度起きながら振る。忙しいけど、ちょっと思い切ってやってみて。おお、おお、44.8。 あと 0.2。引いたときに、左の背中とか、で肩とかこう、もうちょっとこう、ここもうちょっとお辞儀してみてください。ただ、引かれるじゃん。はい。筋肉が。あ、肩が。感じてから振って。めっちゃ。めっちゃ痛いよ。ハワイは汗臭かったことは一回もないです。じゃあ、誰です。お？お？いいよ、いいよ、いいよ。手にたくさん豆作って練習してるだけあります。スイングって言ってもこれスイングって斜めだから、はい、斜めの軌道に対して体を斜めに鍛えて、だからお辞儀なの。でも頭だけいったらバランスが取れないから、お尻を引くことで
左手で持っても一緒なんだけど、お尻を突き出してお辞儀するときにものを強く振れること、これがこうなってる限りはね、あんまりスピードが出てない。で、こうなる人って、まあ、これドローが打てない人がいるんだ。インサイドアウトに振りたくてこうピンと当てたいみたいな。で、実際スライスするんだけど、思い切りこうで、こっから思い切り持ち上げる。あまり回転しようというよりは結構ね、こういう動きだけで多分スピードが出るかもしれない。で、実際は極端にこうやると頭が前に動くでしょ。頭が重たいからここから持ち上げようと思ってもインパクトぐらいまでは持ち上がらないんだ。重たいものが一回前に来てるから、だから結構こうなってこの辺り感覚的にはこういう感じに見えるかも。しっかりお辞儀したらね、インパクトでも頭上げようと思っても上げれないから、まあ、ここから先は持ち上げる感じで、でヘッドスピードが、まあ、今だいぶ速くなってるけど、速くなればなるほど球が曲がらなくて、で結果的にハンドファーストに当てれるんだ。走るとなんかこうフリップしこうなっちゃうような気がして、我慢して振るとかやりやすいんだけど、45で、ダフルが怖いから起き上がるぐらいの感じで、結構、見てもスピード落ちないんだね、素振りとね、むしろ出てますね、うん。練習的には極端にやっていって、北半球、北半球と南半球の意味分かったりする。上半分が北半球、南半球。北半球と南半球は重心の使い方が違う。全くこう頭の位置を止めたまま、コマみたいに打つ選手もいるけど、その選手さえ、ちゃんと前後の重心の移動を使ってくれれば、多分もっと距離で言えば飛ぶはずなんです。最近何にハマってますか？あ、お笑いの和牛にハマってるの、はい、面白いです。面白いです。めっちゃ面白いです。面白くてかっこいいです。和牛の川西くんと、まあ、くんとか言って、でもアイドル扱いめっちゃかっこいいです。マジ、はい、幼虫から成虫になってきた。あ、手掛けてるな。成虫になったら何になる？蝶々になる？蜂になる？セミになる？虫しかダメなんです。あ、同じ。だって、脱皮ってなりたいのに。あ、でも脱皮って言っとくからもう。脱皮じゃなかったらじゃあ。何？じゃあ、なりたい動物は何？犬。それはまあ飼ってるから、じゃない。写真の人くん。ロイタン。YouTube デビュー。ロイタン。はい、じゃあ、これ今僕入ってるのかな。フレームの外からしゃべった、うん、はい、じゃあこのままちょっとヘッドスピード上げていって、スケベル伸ばして、もっとかなり伸びてるけど伸ばしていって、スコアも何だろう、今度出るようにやっていければと思います。